同じです。昆布だしです。もう私の分取られるぐらい本当に。すいませんね、触っちゃったよ。はい、いただきます。あいだほら、ママ見て、スパゲッティ、わー、美味しそう。はい、いただきます。うん、はい、うん、Thank you.
今日の夜ご飯はお鍋です。モンマも同じです。昆布だしに少しお醤油、昆布からお出汁を取ってお醤油で、モンマ大人はこういうちょっと生姜入れたタレをつけて、はい、モンマはこれから有機ひきわり納豆とご飯を食べます。もう料理中に本当に大変だったんで、トマトを先に一つ食べててもらいましたね。納豆食べよう。いただきます。やみ？やみですか、ももたん。うん、おいしいね、やみだね。ももちゃん、やっぱこっちにしようか。こうした方がさ、よいしょ。あー、これダメダメ。ももは、ももちゃん。これはブルーベリーと豆乳と小松菜とバナナとイチゴ、フレッシュイチゴとか入れたものです。なんかこの間実家に行ったら母がスムージーを作っていて、でそれをすごい、もう私の分取られるぐらい本当にすごい食べたので、なんかフレッシュなんだっけ、ほうれん草を入れてたんですけど、ちょっとほうれん草洗うのめんどくさくて小松菜にしちゃいました。小松菜の方が泥がついてなくて洗うの楽だったのでそんな理由でね、まあ、小松菜とほうれん草どっちか絶対入れたいっていつも思っています。お風呂前なんで今日はこんな感じです。やみやみ、ね、大人も一緒にこうやって飲んでます。ね、ダディもね飲んでるね。ラミ？ラミヤミ？なんかこっちに入れてるの。上手上手。じゃがいもだよ、硬いし。お、食べて。あ、はい。じゃがいもはやっぱ硬いか。じゃがいもじゃない？玉ねぎだったんじゃない？上手。そんな入れて大丈夫？大丈夫。うん。大丈夫だ。やみ？うん。今お風呂上がりで、今日はお風呂上がりっていうのはレアですね。だだなんかお昼寝今日はすごい遅い時間にしちゃって、いやお昼寝ね3時ぐらいにしたんだけど、なんか全然寝れなくて、ちょっとしかしたらさっき寝ちゃって、もう夜なんですけど、夜ご飯遅めで、お風呂ね先にママが寝てる間に入ろうと思ったけど起きちゃってね。そんでなんかゆっくりしてます。こういう日もたまにはいいね。
反対だよ、スプーン。上手だね、もう。じゃがいもやだ。玉ねぎは平気？玉ねぎ今出した？だから。そっか。ミッキーっぽいっていう。ちょっと待って。ホーリーワールド、なんかディズニー感ない？ちょっと、あ、ちょっと待って。は実家からいちごをもらいました。実家からいちごをもらったんですけど、元はというとモーマーのひいおばあちゃんのところからもらったんだよね。これのいちごしか食べなくて、本当にマジでよくね、ダディの方からもいちごもらうんですけど、もうその2つぐらいしか食べなくて、もうなんかいいイチゴをスーパーとかで買っても全然食べなくて、このイチゴだけは本当に食べるんですよねと思ったら、今回でっかいの、びっくりしちゃった。このサイズ伝わらないと思うんですけど、半端じゃないんですよ。このでかさ、普通のイチゴのでかさじゃないの。これイチゴの4倍くらいのでかさかな。本当に大きくて、どうしても私もどうしても食べたいから1個もらうね。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、うん、おいしい。なにこれ、やばい、めっちゃおいしいじゃん。ですけど、でもどうしても食べたかった、マミーも。すごい。スーパーで買っても食べないのに、本当に食べないの。美味しいイチゴしか食べないの、嫌になっちゃうわ。まあいいけどさ、もらえてよかったね。美味しいもんね。うん、いや喜んでるんだけど、よかったね。もうよかった。ゲット、オプターだ。ミッキー。ミッキーマウス。ワッフォーね。パパ。うん、ワッフォー。パパ。それよし。
やみやみやむやむフルーツやみやむフルーツこんな大きいの食べてるすごいな美味しい？やみ？見せてんの？やみよね。本当だ、すごいいっぱい食べてる。出た。すごい大きい出た。ねえミッキーマウス。どうぞ。ミキ？出た。リモコンがないんだ。あっちだわ。だだ。リモコンのさ、欲しいに入れてくの。よいしょ。すごい食べてる、嬉しい。すごい。いっぱいお食べ。すごいいっぱい食べてる。よかったね。よかったね。こんなに美味しいの、よかったね。でもね、一番てっぺんが美味しいんだよ。すごい、いっぱい食べて、それ1個食べたらママにしたらすごいんじゃないすごい食べて、本当スーパーは食べないんだけど、何なんだろう。スーパーでいいチョコ買ったのにね。そういうのってマジで食べないで終わるよね。大人が食べないとな、本当。美味しいの、よかったね。よかったよかった。よかった、嬉しい。マミー、そんなママの笑顔見れて嬉しいよ。よかったね。ヒーバータンにありがとうだね。ね、嬉しい嬉しい。もうまずズボン履いてないね。美味しいわ、このイチゴ、本当に。美味しいですか？やばい、うざいマミーだよね。ヤミヤミばっか聞いてどうすんのね。あら、1歳ってこんな大きいイチゴ一つ食べるのかしら。なに？美味しいの？これね、てっぺんが美味しいんだよね。すごい頑張って。おお、すごいすごい、この食べっぷり。映ってないよ。いろんな角度からイチゴを食べるももちゃんを撮ろうね。
たく可愛いんだから。あー、美味しい。美味しい、美味しい。ミャミャミ。ミャミャミ、ストロベリー。お風呂上がりにイチゴなんていいわね。ごめん、今日はお風呂上がりだからあんまり汚れるときついからちょっとずつ拭こうね。いつもならいいんだけどね。やみ、うわー、モアが食べるとこんなドアップで見たことないよ。あれ、そういうことになってる。そうだよね。おた。そっか、着替えないとダメだね。おた。いやいや、いや、汚してもね。着替えよ、後で。ね。袖から入ってると思わなかった。ダディ見てよ、これいっぱい食べてる。ほらこんなんなったよ、すごいよ。めっちゃ美味しい。すごい、イチゴがなくなる。あんな大きいイチゴよく食べたらお腹痛くなるんじゃないの。大丈夫かい、そんな食べて。あれ、もう洗濯って流した。まだ海がイチゴのやつ手洗いちょっとしようか。ももたん、美味しそうだよ。ももたん、もういらない、まだ食べる。いらないの。ここが美味しいんだよね。ああ、うん、上が美味しいんだよね。上食べてね、ちょっとここ。え、このね、一番上が美味しいんだよ。もうここ食べてみる。これ美味しいとこ食べなよ。うわ、美味しい。ここ食べないの、ママ。そんな子いる？ここもったいなすぎでしょ。ここ食べたら、ママ。ママいいの食べちゃって、こんな美味しいところ。普通大人がここまで食べて子供に渡すんだよ。マミ、マミじゃない、モミ。マミ。え、待って、自分のこと言い間違えた。はい、ママ。食べちゃうね。はい。じゃあ、うん、あんまい、おいしい。食べちゃったよ。はい。ごちそうさまでした。はい、おいしかった。ああ、うち帰ってね。おべ、食べた。はい、イライラ。で、ダディお尻拭き取ってくるね。